タリブ・グリーンはアメリカ合衆国ニューヨーク州ブルックリンク出身のヒップホップ MC、俳優。ファーストネームのタリブはアラビア語で学ぶ人、探求者。ミドルネームのクーエリはスワヒリ語で真実の意。タリブ・クーエリ・ブルックリンの生まれ。父親は社会学者。母親は言語学者という非常にアカデミックな家庭で育つ。ニューヨーク大学卒業。 10代の頃からデラソール等の影響を受け1997年にムードのドゥームにゲストとして参加する。この頃に DJ ハイテックやモスデフと出会い、DJ ハイテックと合作でリフレクションエターナルをリリース。その後、モスデフとブラックスターを結成。2002年頃から本格的にソロ活動を始める。現在はヒップホップバンド、 ザルーツのリーダーであるクエストラブが主催する OK プレイヤーというクルーのメンバー。また2006年にリリースされたグラフィティをテーマにしたビデオゲームマークエコエスゲッティングアップコンテンツアンダープレッシャーでは主人公の声を担当している。2000年に DJ ハイテックとのリフレクションエターナルのセカンドアルバムトレーンオブソートをリリース。 2010年に R&B シンガーのレストのプロジェクト、アイドルウォーシップのアルバム、パーティーロボットをリリースする。ありがとうございます。